バーレブラインあるいはバーレブ線とは1960年代末にスエズ運河沿いに構築されたイスラエルの対エジプト拠点群及びその周辺施設の総称である。建設当時のイスラエル軍参謀総長ハイム・バーレブの名を冠してバーレブラインと称する。北は地中海から南はスエズ湾にまで至る。 南北1 7 0トル、東西3 0トルの長大な拠点群である。参謀総長、ハイム・バーレブ1967年6月の第三次中東戦争によってイスラエルはエジプト領のガザ地区とシナイ半島全域を占領した。イスラエル本土とは遠く離れたシナイ半島で、イスラエル軍と対峙することになったエジプト軍は、以前のように直接イスラエルに脅威を与えることは、 非常に困難になったが、代わりに、同年7月から、消耗戦争と称して比較的小規模なコマンド部隊の襲撃や砲撃によって、イスラエルへ圧力を加え始めた。イスラエル軍は、運河東岸に一個増強気候旅団を配置していたが、エジプト軍によって陣地が攻撃され、少なからぬ死傷者が出ていた。こうした中、イスラエル軍の参謀総長、ハイム・バーレブ中将は、 アブラハムアダン少将を委員長とする対策委員会に運河東岸での防御陣地構築と防衛計画についての研究を命じた。後日、アダンらの出した計画は運河東岸に敵の監視圏高速にあたる拠点を 11km 間隔で15個配置し、その後方に四段規模の機動部隊を配置、さらに支援施設を構築してエジプト軍の小規模 大規模な攻撃療法に対応できるようにするというものであった。当時参謀本部訓練局長であったアリエル・シャロン、少将と気候総監のイスラエルタル少将は、東岸拠点の構築に反対し、代わりに機械化偵察部隊を巡回させるべきだと主張したが、バーレブと南部軍司令官、イェシャヤフ・フガビッシュ少将は、アダンの案を拠点をさらに増やし33個にすることで、 採用し、消耗戦争が昇降状態になっていた1969年1月には建設が開始された。エジプト軍は1969年3月に攻撃を再開した。この時に完成していた拠点はわずか3個であったが、エジプト軍の砲撃に対して拠点のバンカーは高い攻撃力を発揮し、コマンド部隊の襲撃にも十分対応することができた。 1968年末には拠点軍と支援施設の構築はほぼ完了したが、その後も補強は続けられた。1970年1月に拠点構築に会議的であったシャロンが南部軍司令官に就任すると、拠点の間引きを実施し、兵員を配置する稼働拠点拠点を16個に減らした。1973年5月にシャロンの公認として、 南部軍司令官に就任したシュムエルゴネン少将は放棄されていた拠点の整備、再稼働を進めたが10月に第四次中東戦争が勃発する。拠点軍はエジプト軍の拘束を行えなかったばかりか包囲され、降伏、放棄されたがほとんどであった上、拠点救援に向かった機構部隊はエジプト軍の対戦者チームによって大きな損害を被った。しかし、 バーレブ戦の構築とそれに従った反撃計画、準備があったことで戦争後半にイスラエル軍はスエズ運河を溶かし勝利を収めることができた。バーレブ戦の構成は主に拠点群、障害物、道路、式、平坦施設で分類することができる。当時の最新建築技術と火力を用い、運河と砂漠地形を活用した構造となっている。 さらに一個気候師団や砲兵部隊、防空部隊が配置された。総工費2億3800万ドル。運河沿いに33個の主要拠点、マオチームを平均5から1 0トルの間隔で配置、対岸の偵察と敵部隊の拘束を任務とする。所言は以下の通り。また、松目戸、膝4拠点には地下式石油タンクから油を運河に流し、電気添加させる。 人工火災発生設備が設置されていた。1972年に実用試験を行った際に、潮流が早すぎて、油が有効な働きをしないという欠陥が判明したため、設置工事は中止されたが、大量の煙と炎の発生によって、エジプト軍に心理的打撃を与える効果があることから、各拠点には水中にパイプを刺しただけのダミーが設置された。このか 砲兵道沿いに、タオチムが複数作られ、不評、戦車中隊が反撃のために待機した。スエズ運河の衛星写真。運河東側の緑色の部分が湿地帯、中央の大きな湖が、グレートビタ湖。スエズ運河は、イスラエルの国防省モシェダヤンが、世界最高の対戦車号の一つと称したように、それ自体大きな河川障害である。 全長約1 7 0キロメートル、幅120から1 8 0メートル、水深16から1 8メートルで、このうちポートファドカンタラカンの湿地帯、ティムサグレートビターリトルビター湖正面の、計9 0キロメートルは、揚陸艇による上陸作戦が必要である。残り8 0キロメートル正面についてもトカには、ポンツーンやボートなど、本格的なトカ機材を必要とする。 その他東岸に3つの土類が構成され、障害、地上射兵のほか射撃陣地の機能も備えさせた。スエズ運河近郊の道路網と指揮施設。黄緑、歴史近道、ピンク、方平道、青、平行道、灰色、コンクリート舗装路。イスラエル本土とスエズ運河一帯を結ぶ4本の道路がコンクリート舗装されたほか、次の道路が、 ウンカナン北沿いに作られた。この他、逆途下用として、カンタラ、イスマイリア、デベルゾアル周辺には、ヤードと呼ばれる部隊待機用の150メートル、700メートルの敷地が作られ、ヤードへの道は後方にある橋梁の移動用意とするため、なるべく直線で観光媒の道路が整備された。以下の5つの敷所が整備された。イスラエル南部軍は、 平時式書をイスラエル本土のベールシェバに置き、戦争時にウムハシバに前進させた。ウムハシバの施設が球場のバンカーに位置していたほかは、施設主要部は地下に建設された。市内防衛のため、イスラエル軍発の常設師団として、第252市内気候師団が編成された。3個気候旅団と1個不評旅団を機関とした。 第四次中東戦争当時の編成は以下の通り。3個気候旅団のうち1個気候旅団が即応部隊としてタオチムに駐屯し、有事30分で運河地帯に進出。残り2個旅団は通常後方で訓練にあたり、有事10から12時間以内に運河区域に進出できる状態にあった。不評旅団のうち1個大隊がマオチム守備兵として駐屯していた。 市内にはこのほかポートフハド市周辺の守備部隊として、旅団規模の独立守備隊となはる地域守備隊4個大隊があった。砲兵火力は当時空軍が空飛ぶ砲兵として地上部隊を支援できると主張したため、あまり重視されなかったが、砲兵道に砲兵12個、中隊48門が配備されたほか、ブダペストに 175mm 自走砲、 M107 路クが四門固定配備された。対空火力として、平行道一体に、空軍所属の八個、ホークサム中隊、ビール岐フ,ファ周辺に二個中隊の、計十個中隊が二十ミリメートル、四十ミリメートル対空機関砲と共に配備され、運が一体の防空を担当した。対エジプト防衛作戦として、小規模戦闘用に、ショパフヨニム計画と大規模戦闘用に、 セラ計画という作戦計画があった。どちらもマオチム周辺での敵部隊の拘束と気候手段による反撃、逆とかを想定し、内容がほぼ同じであるため、まとめて説明する。市内師団の1個気候旅団がマオチムに増援として展開し、また後方から2個気候旅団が運楽域に進出、空軍の支援のもとエジプト軍を拘束する。セラ計画では、 市内師団がエジプト軍を地帯、撃滅している間に2個予備役機構師団が動員を完了し、開戦72時間ほどで運河区域に進出するとされた。運河東岸のエジプト軍を撃滅した後、運河を逆渡化し、エジプト本土で戦闘を行う。逆渡化用の渡河機材として、イスラエル軍は次の3種類の渡河機材を準備した。ありがとうございます。